新女神転生5ダートの歩き方。荒廃したもう一つの東京ダート、その世界は広大で、エリアによってさまざまに様相を変えます。登場する敵やギミックも異なるため、隅々まで探索してみましょう。ダートの各地をつなげ、セーブなどを行える龍脈にアクセスすることで、ムクロの隠れ家を訪れることができます。ムクロの隠れ家の主ギュスターグにマッカを支払い、アイテムを購入したり売却を行うこともできます。ダートの中にはギュスターグの子分であるニマンが隠れていることがあります。ニマンを探し報告することで、その数に応じた報酬がもらえます。またニマンを見つけることで、カムイの習得に必要なミーツの入手も可能です。ダートの隅々まで探してみましょう。ダートにはさまざまな要素が散りばめられており、探索に役立つものが隠されています。ダート内に点在するマガツヒを集めると、さまざまな恩恵が。また巨大な悪魔の石像のようなものも。十数年前の大戦の名残とのことです。低確率ですが、特殊な悪魔御霊が登場。見つけたらすぐに倒しましょう。時折主人公の行く手に大きく赤い障害物マガツカが生えていることが。周囲には強力な敵が現れますが、マガツカを撃破すると新たな神を入手することができるようです。天の座という悪魔に出会うと、ダート探索のサポートをしてくれます。天の座以外の悪魔がクエストナビになることもあるようですよ。ダート内に点在する悪魔からさまざまな依頼を受けることもあります。達成すると冒険に役立つさまざまなものを入手できるので、積極的に受注しましょう。広大なダートをぜひ隅々まで探索してください。新女神転生5、2021年11月11日発売。